はい、では行きましょう。ここでは英文のルールを確認しておきましょう。日本語の文章にもルールありますよね。それみたいなもんで、英文にもルールがあると。で、それのすごい一番基本的な部分を、この3つの文を使って確認しておこうと。それがここの目的ですね。で、まず、日本の文での点っていうのは、英語ではコンマになります。そして、日本の文での丸は、ピリオドになります。コンマ、ピリオド。読み方も確認しておいてください。これ、good morning。これ、おはようって意味やねんけど、日本語で、おはようって書くように、丸があるように、英語でもコンマがあると。あ、コンマじゃピリオドがあると。これを確認しておいてください。その次の文でも同じですね。はい、太郎。はい、やーとか、こんにちはぐらいです。やー、太郎と。こう書きますよね。英語でもそうです。点はコンマ、丸はピリオドですよね。で、次に確認しておいてほしいのが、英語では文の先頭は大文字だよと。文章の先頭に来るやつは全部大文字になるよと。それも確認しておいてください。なってますよね。ここもなってると。OK ですか？で、こういう good morning のこっち、これは文じゃなくて2番目の単語やから、これは文の先頭とは判断しないで、これは小文字のままなんですね。これも単語、ただの単語、2番目の単語なだけなんで小文字のままやと。じゃあ、ここ何よってなるんですね。太郎大文字になってるぜと。それが英文のルールのここ固有名詞。固有名詞というのは人の名前とか地理の名前です、ね、国の名前、都市の名前とかそういうの、固有名詞はどこに来ても先頭は大文字になるんだよと。たとえ文の途中でも先頭の言葉は大文字になるよと。なんで太郎の T が大文字になってるんですね。固有名詞はどこにあってもこの一番先頭は大文字になる。それも確認しておいてください。で、ラスト、疑問文はハテナで締めてください。ピリオドじゃなくてハテナで締めてくださいと。これが大事なルールですね。じゃあこの文から誤りを見つけていこうやないかと。まず1番、ハロー、トンっていう文章やねんけど、文の先頭は何やったっけと。大文字でしたよね。だからこれはこう直すべきです。あとは突っ込むとこないですね。ということで、これはこう直すと。文の先頭は大文字。2番目、Good morning, ミキ。これ、ここが固有名詞じゃなかったらこれで OK なんです。ただ、固有名詞の場合は、文のどこにあろうが先頭の文字は大文字になるんで、この M を大文字に直してあげるべきです。OK? 次3番、Hi, June, how are you? これ、まずここ。ここにピリオドがあるっていうことは、ここで一回文終わってますよね。このハワイのこのハは第二文目です。二個目の文の先頭やから、文の先頭は大文字なんで、ハウっていうふうに大文字にすべきですね。あともう一個、ハワイ、これは疑問文です。疑問文の最後は絶対ハテナです。もうこれだから、ハワイが疑問文っていうのも、疑問文というかもう挨拶で覚えておいてください。ハワイがどういう意味かっていうのは次のところで確認するんでね。ハワイっていうのは挨拶です。お前調子どうなんぐらいの、そういう意味の挨拶です。調子どうなんて聞くぐらいっていうことは疑問文なんですね。ということで、ここで英文のルールを確認しておきました。日本語の点はコンマ、丸はピリオド、文の先頭は大文字にしようと、固有名詞はどこであっても先頭の文字は大文字にしようと。How are you? みたいな疑問文はハテナで終わろうと。それが英文で大事でした。もう一度再確認しておきましょう。